国民民主党から除籍処分となり、7日に会派も離脱した藤田幸久参議院議員が立憲民主党に入党しました。これで参議院の野党第一会派は再び立憲民主党となりました。国会開会前の政党の移動に間に合う1月24日の決断が、両党の参議院による野党第一会派争いの渦中と重なり、私の思いとは真逆の私をめぐる両党の綱引きが40日間続いたことは痛恨の極みです。藤田議員が会派を移動したことで、立憲民主の会派が28議席となり、国民民主の会派を1議席上回りました。藤田議員は1月、国民民主党に離党届と会派離脱届を出し、立憲民主党に入党する意思を表明していました。ただ、立憲民主党から茨城選挙区で公認を得られる確約は得られておらず、国民民主党が引き止めるなど、駆け引きが続いていました。